ゲップハルト・ミューラーは、ドイツの法律家、政治家、キリスト教民主同盟所属、バーデン・ビュルテンベルク州首相、連邦憲法裁判所長官を歴任した。ビュルテンベルク王国、ビーベラハ軍、ピュラモースに、教師の息子として生まれる。ベルリン大学及び、チュービンゲン大学で、歴史学、神学、哲学などを学んだが、政治学、 法学に転じて博士号を取得した。中便現大学ではカトリック系学生団に加盟。1929年から1933年までロッテンブルク市教区の事務員として働いた。1933年、中央党に入党するが、すぐに全権委任法により中央党は解散させられた。1934年から行政裁判所や 地方裁判所で判事を務めた。第二次世界大戦後、占領軍により上級検事に任命される。ついで法務省局長となる。1947年、ビュルテンベルクホーエンツォレルン州のセリ代表に選出される。直後の衆議会選挙で当選。1948年、前任者の死去を受けて、ビュルテンベルクホーエンツォレルン州大統領に就任。 フランス軍軍西部への抵抗で有名になった。また1948年に28歳の死刑囚の恩赦を拒否して処刑が行われたが、この死刑判決は西ドイツ地域で下された最後の死刑判決である。同州は1952年にバーデンビュルテンベルク州に統合されたが、ミューラーはラインホルトマイヤーやクルトゲオルク・キー・ジンガーラと共に統合を推進した。同年、 同州初の選挙が行われミュラー率いるセディは第一党となったが、マイヤーはドイツ社会民主党などと連立して州首相となり、セディを政権から排除した。1953年のドイツ連邦議会選挙に出馬して当選。しかし、マイヤーの辞任を受け、連邦議会議員を辞任して、同年から1958年までバーデンビュルテンベルク州首相を務めた。 1958年から1971年まで連邦憲法裁判所判事となり同憲法裁判所長官を務めた。1990年8月7日にシュトットガルトで死去。ありがとうございます。